GNU Octave GNU Octave は主に数値解析を目的とした高レベルプログラミング言語である。Octave は線形並びに非線形問題を数値的に解くためのコマンドラインインターフェースを提供する。また、m a t ラ l a b とほぼ互換性のある数値実験を行うためのプログラミング言語として使用することができる。Octave は GNU プロジェクトの一つで GNU ゼネラルプブリクライソンスの条件の下のフリーソフトウェアである。GNU オクターブとサイラブはマットラブのオープンソース代替品の一つである。ただし、オクターブはサイラブよりもマットラブとの互換性維持に重点を置いている。開発が始まったのは1988年頃である。当初は価格反応器設計の授業で使うために作られたが、 その後1992年からジョン・イートンは翌年1994年2月17日にリリースされた。2007年12月21日にバージョン3.0が2015年5月29日にはバージョン4.0がリリースされた。オクターブという名前はイートンの指導教官であり、裏紙にでも軽く書いてやるような概算の計算が早かった。 元レゴン州立大学教授のオクターブ・レベンシピール、反応、工学ニッチナム。当初の目的である、個人的な計算機としての利用に加え、オクターブは、学術的及び工業的な用途にも使われている。例えば、米国ピッツバーグスーパーコンピューティングセンターでは、大規模並列計算による、社会保障番号の攻撃に対する、脆弱性検証に、オクターブを使っている。 ユーザーインターフェースは長らく CUI のみであったが、3.8 0からは GUI が搭載された。オクターブを操作するための命令系統は計算機言語でもある。オクターブは C 言語のような構造化言語であり、C 言語の標準ライブラリーに含まれる多くの関数がオクターブでも実装されている。またユニックスのシステムコールもいくつか利用できる。 しかし関数呼び出しの際の引数値の参照を私はサポートされていない。オクターブ言語で書かれたプログラムは関数呼び出しの並びで構成されるスクリプトである。その文法は行列計算が基本であり、スクリプトにおいては行列計算の演算子が多数利用できる。多種多様なデータ構造を利用できるほか、3.2以降のバージョンでは、 オブジェクト思考プログラミング機能が付加された。オクターブの文法は、マットラブのものと非常によく似ており、少し注意してプログラミングすることで、オクターブとマットラブの両方で実行できるスクリプトを書くことができる。オクターブは GNU ゼネラルパブリックライセンスによって公開されているため、その改変、複製、利用は自由である。オクターブは、 多くのユニックスやユニックス系のプラットフォーム、m a c Windows で実行できる。対話的に実行中のオクターブのコマンドラインでタブを入力すると、関数名、変数名、ファイル名の入力を保管する、バッシュのタブ保管と同様の機能。その時点でカーソルの直前に入力されているテキストを保管する。対話的に実行中のオクターブでは、 それまでに入力されたコマンドラインが保存されており、必要に応じて修正して再実行できる。オクターブではユーザーがデータ構造をある程度定義できる。例えばスカラー、行列、文字列の変数を持つ構造体を以下のようにして定義できる。オクターブで条件判定に使われる論理演算の二項演算子、コディチェ1及びコディチェ2が評価されるときには、 短絡評価が行われる C 言語の場合と同様。一方、条件判定にコディチェ3及びコディチェ4演算子を使った場合は短絡評価は行われない。オクターブには C 言語と同様のコディチェ5及びコディチェ6演算子があり、やはり C 言語と同様に変数の前及び後ろに置くことができる。変数値の増減後に代入を行うコディチェ7よびコディチェ8。 演算子もある。オクターブでは、リスプのコディチェ9を実装しており、それによる例外処理を記述することができる。アンワインド、プロテクトブロックはオクターブでは、以下のように書かれる。オクターブでは、一般的に、ブロックの終端はコディチェ10、キーワードで示される、マットラブと互換であるが、コディチェ11でも示すことができる。コディチェ9ブロックでもコディチェ10に加えて、 コディチェ14を使うことができる。アンワインドプロテクトのクリーンアップ部は常に実行される。ボディ部で例外が発生した場合は、その時点でクリーンアップが実行され、コディチェ9ブロックの残りの部分が評価されることはない。オクターブでは他の例外処理も使える、マットラブとの互換性を持たせるため、このコディチェ16とコディチェ17を使う。 例ではコディチェ9ブロックと違い、例外がボディ部で発生した時にのみ、エクセプションハンドリングが実行される。またエクセプションハンドリングの実行後は、コディチェ19部がエクセプションハンドリング部に記述されていない限りは、コディチェ16ブロックの例外発生場所以降の部分が評価されることはない。オクターブでは関数の引数について、その個数の上限を指定することなく、 可変として置くことができる。引数が0個以上であることを指定するには、コディチェ21を引数として指定する。コディチェ21は、引数リストの最後に置くか、または、唯一の引数として指定する。オクターブの関数は、コディチェ23を使うことで、会議値の数が実行時に決まるように記述できる。C、ソースプログラムの中から直接、 オクターブの関数を呼ぶことができる。以下の例では、コディチェ24というオクターブの関数呼び出しを C のプログラムの中から行っている。オクターブは、マットラブとの互換性を主に目指しており、マットラブの機能の多くを、オクターブも持っている。また、マットラブのために書かれたプログラムも修正せずに、動作するものが多い。マットラブとオクターブの相違点については、 オフィシャルサイトの FAQ にまとめられているが、以下のようなものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。